中遺跡群一途中遺跡群は、福岡平野の中央部、福岡県福岡市博多区にある遺跡群で、中川と五笠川に挟まれた鉱石大地上に立地する旧石器時代から中世に及ぶ複合遺跡である。福岡市指定史跡。丘陵北側には、姫組遺跡があり、隣接することから姫組中遺跡群と総称されることもある。 福岡平野のほぼ中心部、東西を中川と小笠川に挟まれた、標高約10メートルの鉱石台地上に分布する。南東側約1.5キロメートルには最初期の水田稲作集落と観光集落である板月遺跡、南側約3.0キロメートルには、義阜和神殿に登場する那国の中心部であったと推定されているすぐ岡本遺跡などがある。 旧石器時代の黒曜石製の打製石器が出土しており、すでに丘陵上が人類の活動領域になっていたことが示されている。縄文時代の遺構や遺物はほとんど発見されていない。弥生時代早期に第一端部の数箇所に集落が形成され始め、遺跡の南端では板月遺跡などを一時期遡る日本最古級の観光集落が見つかっている。 千に近い二重の観号が居住区を囲んでいる。観号の外径は約150メートルで、外側の堀は幅5から6メートル、深さ2メートルほどである。前期以降、次第に集落の規模を拡大する。朝鮮半島産の鋳造鉄府が出土しており、白菜の鋳造鉄器の破片を成形研磨して、鉄器を再生産していたと考えられている。吉野原遺跡。 九州大学筑紫キャンパス内遺跡に次いで三例目となる、とも型銅器の伊型が出土している。伊型に掘られたとも型銅器は、江戸時代に福岡藩の学者、青柳種信が現在の糸島市茨で出土したと記録した、とも型銅器に告示しており、那国と糸国の関係が示唆される。弥生時代中期には、福岡平野の拠点集落の一つに成長する。 バチ型の前方部、三角円新獣鏡の湿度など、初期古墳の特徴を持つ中八万古墳をはじめ、東光寺鶴木塚古墳、県塚北古墳などの前方公園墳が築造される。古墳時代初期以降、丘陵上に大規模な集落が存在したと見られている。2007年3月、3世紀頃と見られる幅7メートルの道路が100メートルにわたって確認された。 道の両側には、幅70センチメートル、深さ60センチメートルの溝が設けられ、姫めぐみ遺跡群ほか十数カ所でも、同様の遺構が確認されており、約1.5キロメートルの直線道路の整備が行われていたとみられる。2017年には3世紀後半のものとみられる、石製のすずりとみられるものが発見された。遺跡各地で瓦が出土し、竹下駅東側を中心に、 炸裂や規則正しく並んだ掘立柱建物が検出されていることから中軍の役所があったと考えられる。井戸や屋敷など一般村落の移行が中心となる。室町時代後期になると堀を巡らせた屋敷が多くなり、戦乱に対応した防御的性格を帯びたことが分かっている。ありがとうございます。